ずこにおわせよ。私たちの時間を邪魔するなんていけない人ね、アスター。私たちの時間を邪魔するなんていけない人ね、アスター。私たちの時間を邪魔するなんていけない人キャラ。アストラムのステータスこのようになっております。はい、超絶シリーズ初ですね。ほう、このゲージの方で持ってる超アンチワープカッコラックということで、出たカッコラックが初なんですよね、超絶シリーズで持つのが、うん、そうですよね。こちらがですね、あのラック数とワープ数に応じて攻撃力が上がるものとなっており、うんうんうん、運極にすると超アンチワープと同じ素晴らしい、はい、効果を得られるということで、うん、マインスイーパーアンチウィンドもあるのでトリプルアンチアビリティで汎用性もね、うん、ありますしです、ね、マインも地雷持ってチュアンチワープでね、あのそのワープがあると殴りの攻撃力も上がるのですごいいいですよね、うん、はい。そして友情コンボが超強ソリッドバレットということで、うん、あの豪絶のイグノーとかだと降臨だとね、うん、持ってるキャラがいるんですけど、結構所持するキャラが少ないので貴重な降臨ではね、うん、となっております、はい。そしてストライクショットはスピードとパワーがアップ&触れた最初の味方に巨大バリアを付与ということで、うんうんうん、ソロモンとかが持ってるものだと思うんですけど、はい、これもね降臨で持つのは初ということで素晴らしい素晴らしい。本当この、ね、うん、自身で、ね、殴りつつ削ることもできますし、うん、この味方にねバリアを付与しておけばサポートでも活躍できるので、しかも貫通だから結構当たりに行きやすいですもんね。そうそうそう、もしね、うんうん、艦隊でいた時なんかはもうすごいバリア、ね、いっぱいバリアであの守備もしてくれるので、うん、バランスのいいアストラルとなっております。他にもおすすめステージはこちらとなっております。以上、新超絶キャラアストラルでした。皆さんクリアして運極目指しましょう。それではバイバーイ。